はい、森口に来ております。文禄堤の上をね今歩いております。そこにね森口宿っていう風なことを書いたお店はありますけど、あ、昨日の平方からこの次は森口ですね。で、森口から本当に徒歩圏内で大阪には着くぞと、そういうことです。森口と平方の間も随分距離はございますけどね。ではこの文禄堤というものはね何なのかっていうことは以前にね少し軽く説明したとは思うんですが、こちらがね京阪電鉄の森口市駅で、で反対側に行くと大阪市営地下鉄、まあ今でいう大阪メトロのね、あの森口駅がございます。この文禄堤を境目にして街がこうね分断されているような状態にあるんですけども、多分そこでさらにねそこに京阪電鉄の、ね、駅があって、なんか不思議な街の構図です。知らない人が見るとね、あ、ここってなんかお城とかあって城壁かなとか思っちゃうような、なんかちょっとヨーロッパの街に来たようなそんな雰囲気のところでございます。こちらがね、京阪電鉄の森口市駅でして、この駅のホームの向こう側に行くとね商店街があったり古き良き街が広がっていると、そういうことでございますね。まあ基本的にね京阪沿線の街というのは京阪電鉄のこう駅でこうパッと2つに分断してねできているような街なんですけど、さらにここはこの鼓があってという、この鼓があってというふうになっておりますね。この文禄堤っていうのはね、そもそも大阪と京都をつなぐね、まあ緊急道路、まあ高速道路のようなものなんですね。昔からね大阪京都の辺りというのは淀川の氾濫、これに悩まされてきたと。そう氾濫した時に境界道が使えなくなる、じゃあそうした場合緊急で使える道を一つ作っておこう、それがこの文禄堤であると、そういうことでございます。土木工事マニア秀吉がね作ったものということで、秀吉という人は本当にねこの京阪沿線のね街並みの中にこれでもかというぐらい高低差をこしらえていた人でございます。高低差ありすぎて耳気になるわ言ってた人いましたね。そういえばあれね、なんだっけ、フットの後藤さんだっけ、ね、でここはだからこうやってねなんか不思議な高低差があって、そういう街でございます。もう文禄堤はねでも残ってるのここの森口のあたりぐらいなんですよ。その京都からね大阪まであった長い道なんですけど、もう壊されてよくぞここを残しておいてくれたと、そういうことでございます。今日はここからねさらに千林まで歩いていきたいと思います。それでは皆さん一旦この辺で失礼いたします。